目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日も昨日に引き続き上位を目指すための本気構築でランクマに挑んでいく。昨日は雨偉大投軸を使ったんだけど、今回はこちらのサイクルパ。構成としては先発火力枠のスカーフイーユイとメガネ鉄の包み、クッション枠に物理受けのモロバレルと特殊受けディンル、そしてスイーパーにハッサムと羽ばたく神。先発エースが共にこだわり系アイテムを持っているので、クッションのポケモンを挟んで何回かこだわり直し、スイーパー圏内に入れていくという構築意図。モロバレルが呼びやすいサーフ号にイーユイとディンルーが強く、モロバレルのキノコの奉仕で中間起点を作ったらハッサムの剣の前、羽ばたく神の瞑想を積むというルートもあり、海竜を使わないとか、最低限の尊厳は保っているものの、言ってしまえば中パに近いので、今日はサイクル戦の磁力を上げつつ、このパーティーにハマるマイナーポケモンを探っていきたい。では行ってみましょう。マッチングしました。北朝鮮の方かな、対戦お願いします。キノガッサ、レイジューランドロス、サーフ号、羽ばたく神、海竜、ウーラオスという構築。これウーラオスと何よりキノガッサに強いモロバレルは絶対出したいんだよね。レイジューランドロスに強い、あと海竜にも強い鉄の包みから先発投げていくのがありだと思ってて、でモロバレルは出すだろうってなると、いやサーフ号に薄くなってしまうんだよな。だったらハッサムじゃなくて羽ばたく神をスイーパーに選出しておけばなんとかなるっていう気もする。羽ばかみでサーフ号は見ていくことにするか。これでいこう。相手の先発はカイリュ、キノガッサ。キノガッサ平気な面して出してくるってことは、キノガッサがモロバレルで止まることは分かってるだろうから、いや多分サーフ号が選出されてると思うんだよな。でこれちょっとマッハパンチを打たれる可能性は全然あるけど、それでも気合のタスキを剥がすことが、最も優先度が高いから、一旦クイックターンで逃げ返りつつ、マッハパンチ打たれなかっただけ得なので、モロバレルに繋いでいく。でこんなもん、もうあからさまに俺が有利対面というか、相手これ突っ込んでも得しないことは分かってると思うから、多分これ交換だと思うんだよな。サーフ号がいるんだったら絶対交換してくると思うんだけど、例えばその地鳴らしとか、有効打があるんだったら、打ってきてもおかしくはない。いやだからこれ、ここ万全を期すんだったら、もうここにリーフストームの脱出パックを使ってしまうっていうのが、そのあたりの運要素というか、相手がどう行動してこようとも保険が効くので、ここリーフストームの脱出パックここに使ってしまおう。さすがに引くか。で絶対サーフ号だよね。そうなんだよね。そうなんですよ。サーフ号を呼ぶんだよ。ってなると、羽ばたく神で詰めていかないといけないよな。羽ばたく神をここは合わせるんだけど、一応相手からの明確な打点もあるわけ。ゴールドラッシュっていう。それをどう捉えるかだよな。瞑想を積めば、多分ゴールドラッシュは一発耐える。から、それでもいいか。もう瞑想を積んで、アド稼ぎに行ってもいい。マッハパンチ効かないし、相手が持っている可能性のある先制技、ウーラオスのアクアジェットとかはちょっと際い可能性があるけど、一旦ここ瞑想でいいと思う。お、テラス切ってくる。相手ももうこれテラス切るとかしかなくなってるはずだし、飛行テラスか。飛行か。これ俺はテラスタルを切れないんだよな。これ瞑想を積んでゴールドラッシュを一発耐えるが一番正しいルートだと思うんだよな。多分、ムーンフォとか打ったところでワンバンできてないし、この問題何を打ってくるかだけど、ゴールドラッシュ打ってくる。いや、これ耐えると思うわ。オッケーオッケーオッケー、偉すぎる。偉いは偉いんだけど、瞑想一積みのムーンフォで、この残り HP のサーフ号を倒せるか微妙なんだよね。これテラスタル切っていってもいいのか。テラスタル切れば、確実に倒せると思うんだ。ただ神速その他に縛られるんだよな。いや、これ俺テラスタル切るわ。テラスタルもうここに切る。ここに切っておけば、裏のポケモンが海竜とかウーラオスとかにワンパン絶対されないから、ここで数的有利を取るアドが一番でかいと考えた。これ落とせるよな。オッケーオッケー、瞑想積んでるし、1テラスのバフがかかってるからさすがに届いて、で、これキノコ人間については俺の毒キノコでもう何回でも受けが効くし、これが一番勝ちルートに近いと思った。これは海竜じゃない。あ、キノコ人間なんだ。これはね、絶対交換っすね。絶対モロバレル交換ね。で、これ、物理耐久にクソ厚く育ててるから、一致技の草技も格闘技も半減なのは言うに及ばず、サブウェポンすら余裕を持って耐えると思う。ハパンチ一応打つんだ。これは、ムーンフォース食らったらまずいからってことだよね。で、ここは一旦ヘドロ爆弾という明確な打点を押し付けていけばいい。いや、これ、モロバレルが、物理受けだけど、相手のそのテラバ飛行型の海竜には不利を取るはずなんだよ。ただ、もうテラスタルを相手が切ってしまってるから、ここはもう、おー、ランドか。だからランドも同じく。
ランドも同じくそのテラバ飛行を持ってる場合はモロバレルで振り取るんだけど、まあ、そうじゃない場合は全然受けが効くと思うんだけど、これちょっと毒引かないでほしい。あぶねー、キノコの胞子が通らなくなっちゃうからね。なるほど、トンボ返りでサイクル回してでなんとか削っていこうっていうことか。で、あとトンボ返りを持ってるランドロスがややなんか不穏というか、だからまあ鉄の包みで詰めてはいけるんだけど、仮にこだわりスカーフを持っている場合、鉄の包みが2回相手の地震とかは耐えないから、だからどっちかというとこの試合いらないのは羽ばたく紙になってるっていうことに注意を払いながら動いていこう。ここヘドロ爆弾で岩石封じという打点がある。次の岩石封じも耐えるね。てかここいいの？前キノコ人間そんな使い方したらもう負けるくない？いや、こうなるんだったら勝ちだと思うわ。こうなるならもうほぼ勝ちに近い。ここはヘドロ爆弾を見てるから、もう一回ランドでサイクル回して、でトンボ返りで削って削って、でまあなんならそのキノコ人間の岩石封じ圏内に入れてからランドを動かしてくるみたいな流れにされるとやや面倒かったんだけど、一応羽ばたく紙を切りましょう。安全に行くためにはモロバレルの HP が一番重要だから、ここは羽ばたく紙を切って、で多分地震かなんかで殺されるだろう。でこれ一回再生力を起動しておけば、まあこいつのその地震とかは絶対モロバレルが耐えるから、等倍で受ければまあいいんだけど、まあ一応なんかの間違いでワンパンされたら嫌だし、まあアイテム判定もしたいことなんで鉄の包みから出していこう。でこれは相手フリーズドライ、まあ冷凍ビームどっちでもいいけど4倍弱点だから、まあ霊ビーを打てさえすれば絶対勝てる。まあスカーフだと思うわ、ほらスカーフや。まあただ鉄の包みは物理耐久高いから、それでもこんなにもらうんだ。ってことは多分特化のスカーフだと思うわ。いじっぱり A 特化調整ぶりスカーフだ。ああいいサイクルだった。ほらなんか危なげがねえもん。対戦ありがとうございました。マッチングしました秀嗣さん、対戦お願いします。この人だいぶとっちらかったパーティー使ってるけど、この人1800位ぐらいの高順位にいるんだよな。アーマーガードクロック、これウーラオス対策だよね。ドクロックって水ウーラオス、アクウーラオスともに1匹で対策できる、なかなかな両ポケなんだよね。あとはチヨンジェン、羽ばたく神、ガブリアス、エースバーンという構築。これはね、刺さりとしてはイーユイがめちゃくちゃ刺さってるから、イーユイから入っていこう。エースバーンの炎技に対して受け出せるポケモンが本当にいない。スカーフとか持たれてたらいよいよかなりきついんだけど、これどうするよ。チヨンジェン、ドクロック、ガブリアスに、まあ、役割が持てそうなモロバレルは裏に選出したくて、でエースバーンだよな問題は。エースバーンだけは本当にちょっと厳しいから、まあ、エースバーンにギリ強そうな羽ばたく神は選出しておくべきか。いや、エースバーンから来てしまっていく。これ格闘技があるかどうかによってだいぶ話変わるんだよな。これ素早さの関係が分かんなくて、相手が仮にこだわりスカーフ持ってて、でなんか初手から飛び膝蹴りとかぶちかましてきたら、なんか普通に持ってかれるんだよね。これもう初手 EU にゴーストテラスもありか。いや、これゴーストテラスで一応格闘技だけはケアしようか。で相手が最速スカーフだったらこれ抜かれるから、リベロで格闘タイプになられたら悪の波動が半減になるんだよなと考えると、これ一応だけどテラバースとゴーストで殴りに行った方がまあ安全なのかなっていう気がする。ここはもういろんなものを考慮して、ここはもう初手からテラスタル切ってテラバゴーストで攻める。打つとしたらこれ格闘技のはずだから、ゴーストテラスはほらな、ほらな、こういうことになんだろう。いや、どうこの読み。相手のこだわりスカーフからの格闘技を一点読みして、で相手の膝を折っていく。骨折エースバーンの誕生だよ。エースバーンが骨折してるところを剣盾時代見るのが一番楽しかったわ。今はその猛威は失ってしまったけどな。リベロの弱体化となんか素早さ水準の高騰によって、もはやあの頃の栄光は見る影もない。でオンジェンね、これ俺スカーフバレしてないから、相手がスカーフだったせいで俺のこだわりスカーフがバレてないので、相手テラスタルを切らないとイーユイが受けられないはずなんだよねと考えて、ここはモロバレルに交換してクッションにさせよう。でここでテラスタルを強要できるから、なんならこれキノコの方針打てる気がするんだよな。ただまあ身代わり持ちのチヨンジェンもいることだから、まあ若干の注意は必要。ほらもう思った通りにことが運んでいく。まあ一応こっから全然負けられることに注意が必要なんだよな。バークアウト持ってるわ。変なチヨンジェンだったけど、これ脱出パック起動するからむしろアドなんじゃないのか。
これでいい湯にこだわり直してまたいい湯出せばいい話になってるよね。一回いい湯でいいんだけど、バークアウトっていうなんか明確な打点があるのが気になるんだよな。だからここでまあ雑にダメ取れさせてから交換でいいか。だからこれもうオーバーヒートでいいと思うわ。オーバーヒートぶっぱしてある程度削って、あーいいダメージ、いいダメージが出るね。でバークアウトしよう。まあ、これがまず特防高いから全然耐えて、ただこれで合計特攻3段階加工になってしまってるから、まあ多分ちょっとここ突っ込むのは得策ではない。これはもう一回モロバレルを出してサイクル回せばもう十分でしょ。いやいいな、サイクルが完璧なんだけど。いやしかもここなんか宿り木の種とか飛んできてる可能性全然あると思うぞ。どうだろう、まあ割と順位高い人だったから、おおなるほど、順位高い人でもやることといえば結局ケッキングなのか。いいよ。いやこれ守るバークアウトまで確定だろ。身代わりはねえと思うけどな、宿り木の種あるだろうから。だからここもキノコの胞子使っていいと思う。はい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 、まあ守るはいいとして、いやどうだろう、いやわかんねえ。いやだってバークアウトがあろうとなんだろうと、さすがに宿り木の種とあとなんだっけ、あのカタストロフィーは切らないと思うんだよね、シオンジェン。まあキノコの星打ちましょう。はい、対戦ありがとうございました。いやもう初手のいいユイの使い方があまりに完璧だった。マッチングしました、ユイトさんお願いします。パオジアン、羽ばたく神、海流、相手にもいいユイ、シオンジェン、ドヒドイデという構築、海流外事とパオジアンに強いから、まあ鉄の包みから入って、でチオンジェンにも強い。ただイーユイから出される可能性が常についてまとうんだよな。だからまあイーユイ先発だった時はリンリュウに引けばいいだけっていう考えでいいか。そうだね。でパオジアン先発だった時、裏にハッサムを投げておけば一応受けは効く。ドヒドイデ重いかなって思ったけど、まあリンリュウがいるなら別にそんな重くはないか。じゃあハッサム選出でいいのかな、これでいきましょう。いや嘘でしょ、初手チオンジェン、初手チオンジェン出されてんだけど。ギガドレインとかあったら普通にぶっ飛ばされる可能性もあるんだよな。ただ宿り木の種がうざすぎるから、なんかこれ輪流に初手で引いていくのはちょっと嫌なので、冷凍ビーム打っちゃおっかな初手。うおいおい、初手テラスタル切ってきてんぞ。まあまあこれはこれでよしとしようぜ。ドクテラでしょ多分、ドクテラだから。まあこれで自信が弱点になった。いやこれどうかな。あーまあいいダメージは入りますね。あギガドレイン打たれていく。おー耐えはするけど、これどうする、死に出し輪流で勝負するっていう手もあるんだけど、鉄の包みがもうほぼ仕事を持てないんだよな。だとするとこれもギガドレインの回復量を、まあ、抑えつつ、もうこれ冷凍ビームで切るわこれ。あー霊美で、まあまあ半分近くは削れるでしょう。これで、あ、いやいや、そんなことして大丈夫？そういう悠長なことしてる間に、こうやってお前が瀕死に追い込まれるんとちゃいますの？これは一旦得したな。まあ、てか、まあこれ相手の甘えを打っただけなんだけど、引いてくるんだったら、ドヒドイでいるのかな？いいユイか。いいユイがいるぞ。いや、これ、自信の一環がいかつくなってるんだけど、まあ、イーユイのアイテムだよな、問題は。イーユイはクソ、特防高いから、クソってほどでもないけど、まあ、ある程度特防高いから、まあ、メガネハイドロポンプとかだったら飛ばせるんだろうけど、スノハイドロポンプとかだったら一発耐えてくるんじゃないのかな。で、まあ、これはディンリュー出しておけばいいだけ。だけど、まあ、なんか、火傷を負うとかは本当にやめてほしいわ。火炎放射。まあ、ちゃんとオーバーヒート打たずに火炎放射打ってんのは偉い。これメガネっぽくない？どうだろう、こんなもんか。自信ね、これ。おーっと、オーバーヒート。これはこだわりじゃないんだ。なんか、イーユイってなんか、大概こだわりのイメージあるけど、こだわりじゃないんだね。じゃあ、これでイーユイもぶっ飛ばせて、で、チヨンジェンも多分これもう、自信の一環が切れてないから、チヨンジェンも出せないはず。それでもチヨンジェン出すの？これなんだろう？わかんねえ。ギガドレインで倒そうとしてるってことか。ギガドレインで倒されるの嫌なのと、あとこれ裏にテラスタルを温存する必要がないから、これも一応テラスタルフェアリー切って、相手のギガドレインを等倍で受けながら地震でぶっ倒せばいいんじゃない。こうすればまあギガドレインは絶対耐える。え、宿り木の種打ってくるんだ。いやこれ多分地震で倒せると思うわ。てかまあこうなるんだったらテラスタル切り損になるんだけど、まあでもギガドレイン打たれてても別に耐えてるからいいか。しんどけや。俺はもう、そんじょそこらの輪流と違って、A 特化だから、A 特化突撃直気持ちなんで、
火力がちげんだよ。いや、オジアン湧いてしまってるやん。まあだとしても結局そうだね、ハッサムがいるからまあ勝ちに変わりはないと思うので、まあ、これ一応ヘビーボンバー打っておきますか。まあ、どうせつらら落としでひるんで終わるけど、まあ、そもそもこのつららを耐えないか。耐えませんね。全然耐えません。いや、これはさすがに勝ちだと思うけどな。まあ、これはなんか割と役割がはっきりなんか積み分けできたんじゃないのかな。鉄の包みでダメトレ仕掛けて、でクッションのディンルーで、まあ、さらにダメトレを仕掛けて、最後ハッサムでスイープする。でこれはどうせつらら落としでひるむからバレットパンチ2回で倒す。ちなみにこれ絶対レードを打たれると死にます。うん、それ以外は勝ち。だから打ってくんじゃねえぞ。お前なあ、おめえなあ、死ねえおめえは。お前ただでさえつらら落としでひるませることだけが強みのポケモンなのに、絶対レードなんか採用すんじゃねえよバカ野郎がよ。お前それつらら落としでひるませて2回行動すんのとほぼ確率変わんねえんだから、まあ、計算からやり直せ。うん、まあ決して自慢できるほどの順位かというと微妙だけど、めちゃくちゃ5が揃ってるんだけど、対戦回数ウィンルーズのところに5がむちゃくちゃ揃ってんぞ。まあいいとして、まあまあそれはね、今日俺が使ったみたいなパーティー使えばそりゃ普通には勝てるよ。まあだから全くその誇れた勝率ではなくて、まあだからこっからマイナーポケモンを組み入れ、意外性とオリジナリティのあるパーティーに仕上げていきたいんだけど、まあ、今気になってるのはちょっとイーウィが偽ポケモン枠になっていて、あんまり選出できてないから、まあ、物理アタッカーで、まあ、スカーフとか持たせて、まあ、トンボ返り、まあ、ボルチェンなどで対面操作もできるようなポケモンを一匹育ててきたいなと思ってて、まあ、すでにもう当てがあるから、だからそのポケモンを今度はイーウィと入れ替えてパーティー試してみる。まあ、みんなも俺の最後のピースであるそのポケモンが何か予想しておいてくれ。マイナーポケモンであることは確かだと思う。ということで、一応俺の今回のパーティーの育成論、個別のポケモンの育成論は概要欄に載せておくから、まあ、何らかの参考にしてくれ。ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。